世界初の水上規模艦であり、水上規格納骨とクレーンのあるフランスのフードル。日本海軍の水上規模艦は神や水上規模艦は、水上機を搭載し、カタパルトを使用して発進、あるいは水上に下ろして発進させ、着水した水上機を吊り上げて格納する機能を持つ軍艦。第一次世界大戦当時、航空母艦とは、水上規模艦のことであり、航空母艦と称するのが、 一般的であった。大型飛行艇の運用を支援するための軍艦は、飛行艇母艦と呼ばれ、水蒸気母艦とは区別されることも多いが、水蒸気母艦の一種としても扱われる。英語では、港湾等において水蒸気の移動基地として使用することを目的としたものを、シープレインテンダー、艦隊に随伴して行動し、洋上での機動的運用を目的としたものを、シープレインキャリアと、 区別されていることがある。世界初の水上規模艦フードルロシア国会艦隊の水上規模艦アルマース。日本海海戦の生き残りで旧式化した巡洋艦を改装した。後部にグリゴロービチ製飛行艇を搭載している水上機の運用を主目的に整備された最初の軍艦は九百十二年に収益したフランス海軍のフードルである。フードルは元は 水雷母艦で1911年には水蒸気1機の収容設備を設けられていた。これを1912年に本格的に水蒸気母艦として改装し、水蒸気8機の収容設備と滑走台を設置した。1914年12月、イギリス海軍はアークロイヤルを収益。この時期の水蒸気母艦はカタパルトを持っておらず、搭載機を クレーンで水面に下ろして発進させる方式を用いた。ただし、1913年には滑走台をフードルの環状に設けて発進させる方式も一部で使用されていた。1914年7月、第一次世界大戦が勃発。日本海軍では、1914年8月に運送船の若宮丸を改装して、特設水上規模艦とした。9月、 若宮丸は、チンタを攻略戦に参加。ファルマン水蒸気を搭載し、偵察行動を行う。イギリス海軍は、エンガディンなど、多数の高速商船を改装して水蒸気母艦として、使用した。1914年12月には、クックスハーフェンのドイツ軍飛行船基地を空襲している。また、1915年8月には、ベンマイクリーの搭載機で、 トルコ商船などを航空魚雷によって撃沈している。ロシア海軍は複数の水蒸気母艦を整備し、戦艦や巡洋艦と共同した一種の機動部隊を編成した。1914年11月、サールイッチ岬の海戦では搭載水蒸気ではなく母艦自体が直接に敵艦隊を発見して貢献している。フランス海軍の水蒸気母艦コマンダンテスト第一次。 世界大戦当時、航空母艦とは水蒸気母艦のことであり、航空母艦と称するのが一般的であった。第一次世界大戦の末期には、飛行艦班によって陸上機を運用する軍艦が出現し実戦に参加するようになる。1918年には、初の水蒸気母艦ではない航空母艦、フューリアスによって、ドイツ海軍の飛行船基地への攻撃が行われた。 戦後の1920年代初頭、日米英会軍は航空母艦と艦載機を開発した。水蒸気はフロートという飛行中には役に立たない重量物がある分、陸上機より性能が劣っていた。そのため、日本海軍のように山城の手法の上に滑走路を設けて飛行機を発進させる方法や英会軍のように、 フューリアスの全艦班の手法を撤去して、飛行艦班を設ける方法で実験が行われ、列強海軍で陸上機を運用できる母艦の研究が進められた。1918年9月、世界初の全通飛行艦班を採用した英海軍のアーガスが巡航した。その後、艦載機を搭載した航空母艦は補助戦力として機械され、艦隊防空。 戦艦同士の決戦における雷爆撃の任務が与えられ、水上規模艦や戦艦、巡洋艦搭載の水上機には偵察の任務が与えられた。水上規模艦の高波に弱い特性や、戦艦や巡洋艦への水上機搭載が広まると、艦隊随伴を目的とした艦はあまり見られなくなり、波の穏やかな白地に停泊して、移動基地的な運用を行う艦が中心となった。 ただし、航空母艦の保有を望めない、中小国海軍にとっては、魅力もあり、オーストラリア海軍やスペイン海軍などに、大型の水上規模艦の建造例がある。スウェーデン海軍が建造した、航空巡洋艦ごとランドも水上規模艦的な、性格の強い軍艦である。日本海軍の千歳型やフランス海軍のコマンダン、テストは、艦隊に随伴した機動的な運用を想定し、 多数の水蒸気を搭載していた。特に日本海軍のものは軍縮条約の制限を回避して、米英との戦力差を埋める意図で建造され、公表的母艦や高速給油艦の機能を兼ね備えた。ほか、必要に応じ航空母艦へも短期間で改装できる設計になっていた。技術面ではカタパルトの装備が広く見られるようになった。他にハインマットと呼ばれる 高校中の母艦に水蒸気を収容する装置も開発されたがあまり広まらなかった。日本海軍の水蒸気母艦水保1937年7月日中戦争が勃発。多数の高速商船を徴用、改装して特設水蒸気母艦とし、正規の水蒸気母艦と共に使用した。1941年12月太平洋戦争が勃発、前期までは 空母のように上陸船の支援にも用いられたが、中盤以降は移動基地的な用法と輸送任務への転用が多くなった。1943年末、千歳型水上規模艦の2隻は空母へと改装された。アメリカ海軍では移動基地的に水上規模艦を運用している。第二次世界大戦後はヘリコプターなどの技術進歩があり、大型の飛行艇を除く。 軍用水蒸気自体が、ほぼ消滅した。これに伴い水蒸気母艦もその姿を消した。アメリカ海軍は、飛行艇の支援用に、大型の水蒸気母艦を運用していたが、1960年代には、これらも他の用途に転用されるか退役した。別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊、新人物往来者6ページ、デッジタル大事戦 別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊。新人物往来者140ページ。別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊。新人物往来者6ページ。別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊。新人物往来者140ページ。別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊。新人物往来者6ページ。別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊。 新人物往来者140ページ、別冊歴史とか本永久保存版空母機動部隊、新人物往来者7から8ページ。ありがとうございます。